はい、どうも、ロシェルです。なんて言えばいいんだろうね。なんて言うの。考えてないね。ないの。あんだけ時間あったのに。そうだね。そうなんだね。どうしましょう。あっちゃん。でいいか。あっちゃんで行く。というわけで、今回は久しぶりにリアフレを、某キサラギ君はね、断固拒否するって言って、最終的に説得に失敗したから。今回ね、前回ワンツーと俺がプレイしたので、じゃあ、あっちゃんにぜひこちらをやってもらおうということで、完璧初見の人いきなりスリーをやらせようっていう。もう、グロいです。そして、マジで怖いです。飛ばせない。大人の番号も違くね。ほらほら2じゃん。1にして。はい、じゃあちょっと待ってね。はい、じゃあちょっとね、オプションいじらせていただきます。もしかしたら音声の方小さいかもしれませんが、ご了承ください。そして2013年の1,2,3とだんだんダサくになっているというゲーム、ダサデッドスペース3で、今回撮影しようしてるのはリミテッドエディション。もちろんダウンロードコンテンツ使えませんでした。じゃあこれを使っていきましょう。撮影する前にインストールするんで俺が準備しました。ちょっと音声の方一切準備するの忘れたんだけどさ、ちょっと音声調整させていただきます。オプション。なんて画期的なんでしょう。で、今回は、あっちゃんにね、メインプレイをしていただきます。よろしくお願いします。これはオンラインですわ。オンラインね。はいはいはい、アンロック。はい、大丈夫です。オプションどこやねん。ソロキャンペーン、あ、そうだ。え、あー、びくった。十字反応してるかと思った。ダウンロード関係ない、エクストラ、セッティングか。BGM ちょっと下げますね。いつも70でやってる。声とのバランスが、まあ、この機材の都合でね。はい、ではここからまたプレイを兼ねてね、お願いします。おーつ What please? モンスターストライク。はい、というわけで、ではお願いします先生。で、今回はね、学校の主題テーマかな。そうだね。でね、丸3年間特に喋ってなかった人とやってるから。急にね、ここ1年で、あえてインポッシブル行く。多分クリア無理だよ。まあまあ、ノーマルかハードで。まあ、今回はあくまで俺は隣にニヤニヤしてる人なんで。で、まあ、今回も主人公アイザックさんなんですかね、どうなんでしょう。Aim and press 三角 to fire。 なんて書いてあるかわかんねえな。 Start a cop game at wow。 まあ VR もバンバン飛ばしちゃっていいんで。エレクトロニカルアーツなんだ。あ、飛ばせないのねこれ。一応、罰が決定だったり、丸が決定だったり、ちょっと、くちゃるから、これ。まあ、これの理由なんですけど、海外のプレ4と日本の、あ、違う、プレ3と日本のプレ3で、そもそも丸と罰が違ったりして、それのちょっと矛盾が起きるんで、そんな感じで中途半端に変わります。え？これ、ゴムどうしたの？消えた？あれ？これはまあ、後で。これ川じゃね、川じゃね、似てない。確かにな。この目の感じ。あいつどうしたん、遭難してたん。雪山で遭難してたあいつ。雪山とか山で遭難してた。死んでもやない。鼻凍結してない、軽くちょっと垂れてる。垂れてるってのどうじゃないでしょうこれ。ログイン
だけしようとしたら、あいつ確かにサングラスメガネの上から変えてるからな。アイアンマンみたいになってるけど。飛ぶ。プレス and hold。R3 だからこれをプレスするとこうやって見れるというナビゲーションだね。あは、ログインすんの忘れてた。だからこう動画内でいつもだったら動画作ってガチャやるんだけど、あえて今俺ここでシングル1回回します。ワルプルギス2体目いらねえわ。ロビンフッドが出ると信じて。ストライクショット。変な声出すんじゃねえか。てってて誰？コロンブス。誰？いらんわ。こないでガチャらなかったのにここで出るってどういうことやねん。はい、まあね、動画内では普段突っ込めない分これいろいろ今日ぶっこんでる。ラン L2 を押しながら左スティックでダッシュです。左の後ろだね。レフトセカンドボールなんですよ。そうなんていうか自着的な。これをね R2 かなんかで破壊できる。それ R2。 あ違う違う、あの落ちてる箱。これで蹴り壊したらやべえだろこいつ。これでドアぶち破ったらビビるよ。四角で拾うからな。あ多分ね。あバスだ。ビーガー全部拾った。弾かな今の。ショート。ボード L1、2 L1 だよ。まあどっかにアイテムがあるんじゃない。まあチュートリア的にあれですからね現状で。1とはいろいろ変わって、踏まないととどめがさせなかったりさせなくなかったり。まあ俺もねちょっとね、ワンツーの撮影から約ね1年経ってるからそんなに経っちゃった。おお、インターフェースが変わったな。右スティック押し込んでみたらこうドンって右の方長押しで次しようかと。出ない。待って、バスで開かない。離れ後ろ元下がってネームして、その白いの2つ当たると上の白いですよ。なんもないか。前回はすごいアクションカードが難しかったけど、今回謎解きが強いのかなかもしれない。そっち行けるんじゃない、もしかしたら降りられるみたいな。十分明らかナビゲーションがそっちに向いてるからね。死ぬねえこれは落ちたら。でもナビゲーションそこでしょ。ナビゲーションこっちなんだよ。あ右ね。長押しってことは何かをするんかな、その前で。落ちたてとかじゃねえ。いや落ちたてか、離れちゃダメだよ。でここまでほぼ一直線だね。さすがに序盤でそこまでむずいのはしないと思うよこのゲームで。じゃマジで二人ともね初見なんで。ドア打ってみたらなんだ。140何発あるからいけんじゃね。その黄色いさオレンジ部分ほらおい
なんか来たー、死にかけ、すでに。ついさっきまでホットライン間に読みやったせいかさ、やべえな、やべえな、これは。個人はそこのゲーム基本頭を打ってないやばいぞ、早速死のピンチが、やばいぞ。 HP して中のその、ちょっとね、あと3ぐらいですか。両手が弱点だった、両手だったり両足だ。ゾンビに頭打ったらしい。ゾンビじゃねえからこいつら、エイリアンだから。俺も覚えてねえんだよな、敵の名前。ネメシスじゃなくて、チームアップアンドテイクダウンザオウトゲッザ。敵の名前は、はい、じゃあ一ついいことを教えてあげよう。死体を踏み込むとアイテムが出てきたり、そうやったりするとアイテムが出てくることがある。で、ちょっと戻ろう。奥全身隊長、ミニホイさっきアイテムボックスがあった。ないか、なさそうだね。行って大丈夫じゃない。さあ、またおっさんかかってきたぞー。撃てー。その際に R2 で別の武器、セカンダリになる。やばいぞやばいぞ。あっと腕がもう取られて、 R で頭を。痛い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 。アイアンマン死亡。はい、この通り国産ゲームではないので結構エグい感じになっております。まあ操作感でいうとバイオ5と6両方を足したみたいな感じだけどね。あげられると思うよ、ゲームセッティング。多分あコントロールかな、コープだから違うな。コントロールセッティングだね。じゃあ MG ファイヤー、まあ TPS だから、でもこんなもんじゃこんなもんだよ。おっさんでーす。超刺さってるやん、よく見たら。さ、ムービーの時点で走ってるっておかしくね。1ダメージ確定じゃね。あ、バツレンジ。はい、頭を狙うよりは足を狙った方が間違いない。足切断しちゃってこうするのが一番間違いない。皆さん、テキストはなんとか和訳できるけど音声は無理だよ俺。ネイティブ英語は。なんだあいつ、バールで北前進してるぞ。雪山から挟まってるよ、すでに何か。下半身置いてきたね、今どう見ても。大丈夫、左側なんか来てない。アンジャージ、アンジャージ。序盤から今回は結構ガチで殺しに来てるな。まあ、HP が1あるかないかぐらいよ。1だな、これどう見よう。回復できるアイテムがある。あれ見た後に上に登る勇気俺にはねえわ。これ絶対上だ。そして上がるしかない。いやーもうこれ間違いなく上ですわ。いやだー。後ろ見たらなんか捕食されそうだよね。あれいない。捕食された跡あるな。道が。ああ、これ連れてかれたらダクトに。これマジで危ない。
だ。死んだ。終わった。これは死んだ。やばくない？自分の体重で落ちてこない。なんか自分体重でなんか色々すでに落ちてくる。僕はもう L2A ジャンプ。L で操作で L2 ジャンプ。かかるとなんか上から落ちてコンテナバーに伝えるから。あ、そういうことね。爆破で。あれに当たったら間違いなく死にますね。このタイミング混んでなくてそうだよね。噂をしたらなんとやら。おっとおっとこれはまさかこれね、これ嫌な予感やぶれやぶれ、タイヤ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 来てるタイヤ来てる跳ねる跳ねるやばいやばいやばい痛い今の死ぬ3回は死ねたわ普通に死ぬ川ちゃん確かに冬はあいつこんな顔してるけどさすげえなんか弱気だねまあそういう人がいるんですよとだけ思っていてなんか締められてるんだけど後ろでファイナンソルジャーズエブリワンジェネラルマハンサーWhere's Dr. Saran? 誰？ Earl Saran, always the optimist. 飛ばせるか。無理っすね。I should take this into the city. He said there's still time. ゆで卵むっちゃよく作れるんですよ。いります？取り目だろ。バンドさんかな？お前ゆで卵の真意を知らないな。意味がわかりませんみたいな嫌な予感がするやっぱりこれで半熟ゆで卵は俺のものだデリートしたよ今知らなかったまあ幻のゆで卵を救ってたんでしょう液サイト翻訳もびっくりするぐらい液サイトにやってるからね俺らはしよったらあのなんか出る人だけどねそんなキマイな卵が出てくるサーリングインストレージラールこれマジでね海外からこの紙ブート来たらビビったよねなんかやべえもん注文したっけなニューフライトのどこやねん近未来じゃねえだろうこれはどう見ればバリバリ未来だろうこれまるまる1000、まあ、500年ぐらい俺らが生きてる人口はなってほしくないな地球じゃねえかこれは2の後に主人公がまあ奥さんが死んでた同行で2めっけた女の子と脱出したんだけど女の子に捨てられたみたいなストーリーだったはず奥さんには先立たれ2で一緒に視線を共にした女の子には逃げられなんかここやべえみたいな状況だったらしいそしてこれが釘打ち機だったはず釘打ち機痛い痛いやめて肘は
なんかわかんないけど、この やべえ武装集団になんか狙われてる。男塾全開に起こしやがれってスラムダンクでもいいぞっていや俺読まねえしジャンプ作品みたいな感じです。いつもサンデー派のスパイかジャンプはない。イコールじゃなくて誰だっけな。2は俺も日付が空いちゃってるのプラスね、完璧徹夜明けなんだよね。おまわりさんとトークしてたからまた捕まったんですよね。わかりやすく言えば今回はね4時ぐらいに行の前にいたら捕まったわ。 OK これ発音1個間違えたら OK 聞こえるよ。といった通り一回パート区切りたいと思います。今回私ネクストレベルのロシェルとゲストであっちゃんに来ていただきました。次回も続くよ。じゃあ次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 また会おうぜ。じゃあな。